full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. みなさんこんにちは。2024年2月の香港旅行も終わりに近づいてきました。時刻は19時過ぎ、香港国際空港に到着したところです。フライトは明日の午前中なので、今日はこの空港に直結したホテルに宿泊です。空港直結のはずなのですが、ホテルに行くルートにやや迷ってしまいました。でも迷うルートではなくて、とても分かりやすいルートでした。なぜ迷ったのかは謎です。ホテルへはこのように駐車場の方向と同じアクセス、連絡通路で約300メートルほどの距離となっています。荷物が多くても歩きやすい道のりで、雨天の心配もないので大変便利です。さて、ホテルが見えてきました。リーガルエアポートホテルです。中に入るとグランドフロアから4階までが吹き抜けになっており、回廊式でかなり広々とした印象です。早速チェックインしていきましょう。さて、このホテルものすごく既視感があって、夫に来たことあるよね、泊まったことあるよねというものの、いや泊まってないよとのこと。なぜこの空間を知っているのだろう。まあとりあえず部屋に行きましょう。このホテル決して新しくはないのですが、空港に近いせいなのか、デザインがどことなく近未来的です。お部屋に到着しました。今回は6階のお部屋です。部屋はまあまあ広くてシンプルで清潔感があります。ベッドはハリウッドツインなので疲れも取れそうです。枕元の備品はやや年代を感じます。壁掛け式のテレビもまあまあの大きさ。バーカウンターはこんな感じです。コーヒーはインスタントでした。そして水回りです。広いユニットバスという感じです。シンクはシングルでしたが広いので使いやすかったです。アメニティは歯ブラシと石鹸という最低限のものが準備されていました。クローゼットもまあまあ広くて、セキュリティボックス、スリッパと問題なしという感じです。さて、眺望ですが滑走路ではなく中庭プールビューのお部屋でした。それでは夕食を調達です。今日はもう疲れたので、レストランで食べるというよりもテイクアウトできるものがいいなと考えています。空港までの連絡通路を戻ります。そしてやってきたのはドンキーバオディン、到着ロビーにあるお店です。香港各地に多くの支店を持つ点心チェーンらしいのですが、間違いないですね。こちらで丼物の2つと点心を購入することにしました。熱々のものを食べれるのすごく嬉しいです。
ショッピングセンターの地下でお弁当を買わなくてよかったです。そしてセブンに寄ります。かなりの大盛況ぶり。焼きたてパンがいっぱいあってちょっと美味しそうでした。こちらでは香港式ミルクティーをゲットです。ということで部屋に戻ってきました。お腹ペコペコです。早速食べましょう。私が選んだのはユイシャンチェズ38ドル。一見麻婆茄子に見えるのですが、唐辛子や豆板醤は控えめ、酢などの酸味や甘みを加えたものです。チキンカレー38ドル。香港のチキンは骨付きが多いので食べるときに注意が必要です。結構辛かったです。ご飯は容器にみっちり入っていました。これすっごくお腹がいっぱいになりました。そしてチャーシューパオ10ドルをそれぞれ1つずつ購入しました。あんのお肉はしっかり甘め、ふわふわした皮とあん、とっても美味しそうに見えますよね。美味しかったです。食後にミルクティーとプチシュークリームをいただいて就寝です。朝になりました。ホテルの廊下の窓からは滑走路が見えました。空港はもう動き出していますね。それではチェックアウトしていきましょう。朝のロビー、天井も高く開放感があり、自然光が差し込む設計になっています。日中はかなり明るくなりそうです。さて夫と改めて記憶を洗い直したのですが、やっぱり何年か前にここに宿泊したことがあったみたいです。ただあまり思い出せない。当時は動画や写真をあまり撮っていなかったので記憶がかなり薄れてしまったようです。そして空港に到着。到着ロビーは比較的静かでしたが、出発ロビーは非常に賑わっています。それではチェックインに向かいましょう。夫は E チャンネルのゲート、私は通常のゲートで出国します。E チャンネルとはパスポートの有効期限までに優先レーンを利用して香港への入出国が可能となり、スムーズに入出国できるシステムです。もともと年に何度も香港を訪れるフリークエントビジター向けのサービスですが、 JAL グローバルクラブ会員など一定のマイレージサービス会員カードがある方は登録できるので、私たちは登録しています。私はパスポートを切り替えてしまったので今回は利用できず、次回用に今回入国時に改めて記憶しました。無事出国しました。それではキャセイラウンジに向かいましょう。そしてやってきたのはこちら、キャセイパシフィックエアラインズザ・ピアファーストラウンジです。世界に認められた5スターエアライン、キャセイパシフィック航空。この空港に2つのファーストクラスラウンジがあります。
一つはザ・ウィング、搭乗口を見下ろすオープンスペースにあって豪華すぎる浴室が有名です。一方のこちらのザ・ピアは外から見えることはなく、ひっそりとした雰囲気、スタイリッシュでとてもモダンな空間です。人気デザイナーイルゼ・クロフォードの設計だそうです。私たちはまずダイニングエリアに向かいました。ソファーのあるゆったりとしたダイニングエリアです。こちらでは本格的なお料理をオーダーして楽しむことができます。メニューはこちらです。チャイニーズセットやウエスタンセット、そしてシグネチャーのワンタン麺など好きなだけ注文できます。朝の時間帯だったので朝食メニューとなっていますので、お昼以降はまたメニューが変わると思います。こちらはなんとローズウッド香港と提携しているんだそうです。そして私は朝からスパークリングワインをいただいちゃいました。そしてお料理の到着です。夫は朝食のウエスタンセット、卵料理は選べて、夫は両面目玉焼きをお願いしたようです。ベーコンとウインナーに加え、マッシュルーム、トマト、ビーンズの付け合わせもついていて豪華です。隠れていますがトーストも下にありました。そして私はベルギーワッフルとフルーツ盛り合わせをいただきました。蜂蜜かシロップがあったら嬉しかったんですが、ジャムでした。それが残念。なので優雅にかけようと思ってもこんな感じにモテモテという感じになってしまいました。そして気づくと夫がワンタン麺を注文していました。さっきのプレートなかなかボリュームあったのに。でも食べたくなる気持ちはすごくよくわかります。しっかり食べ終えてラウンジエリアに移動です。ゆったり広々素敵な空間です。ラウンジの中央にはバーカウンターがあって、好きな飲み物を注文できます。さてダイニングとは別にパントリーがあって、こちらにも簡単なフードが用意されています。まずはブレッド、種類は少ないですが美味しそうですよね。そしてシリアルと牛乳です。ジャムとバターの向こうには食パンもあって、トースターも用意されていました。フードは簡単なコールドミールが用意されています。こちらはピクルス類です。そしてサンドイッチとチーズです。こちらはドライフルーツやナッツ、クラッカーです。そしてなんとこんな可愛らしいマカロンも提供されていました。こちらはシナモンクッキー。
その横にはタルトです。これはリンゴとピスタチオのタルトのようでした。そしてラップサンドもありました。ビスケットやクッキーもどれも美味しそうです。朝食を食べた後なのですが、気になるものがいっぱいです。冷蔵庫にはジュースやヨーグルトなどがありました。で、結局食事をいただいた後だというのにこんなにいただいてきちゃいました。まあさっきはワッフルとフルーツだけだったしと謎の言い訳を自分にしております。夫もシリアルを持ってきていました。そしてしっかりフルーツもいただいちゃいました。もうお腹いっぱいと思いながら搭乗口に到着です。10時20分発 JAL736 成田行き。そう、来るときは羽田から乗ったんですが、帰りは成田から帰ります。私たちが乗る飛行機はこちらです。もう帰らなくちゃいけないんだな。でもチョンキンマンションで両替した現金がまだいっぱい手元にあるし、Eチャンネルも登録したので、またすぐに香港に行きたいと思います。それでは登場です。エコノミー席ですが、前が壁の広い席を取れたので比較的楽に過ごせると思います。で、動き出しました。整備の方々が手を振ってくれています。また来ます。再戦。そして離陸しました。成田には16時5分に到着。4時間半弱のフライトです。旅行中は香港の青空を見ることはできませんでしたが、雨も降られることもなく、気候も快適で過ごしやすい3日間でした。そうこうしていると機内食の時間です。お腹いっぱいで食べれないなと思っていたのですが、ハーゲンダッツのアイスが食べたくていただいちゃいました。ハーゲンダッツのアイスクリームはクッキー&クリームでした。大好きなやつ、嬉しいです。こちらはハムとマカロニのサラダ、そして卵焼き、そして温かいお料理なのですが、食べなかったので何のお料理か忘れてしまいました。成田が近づいてきました。
日本も香港と同じくどんよりとした空模様です。そして成田空港に到着です。久しぶりの成田空港、ちょっと嬉しくなってしまいました。できれば出発の時に利用したかったです。さて2泊3日の香港旅行いかがでしたか。一時期デモなので治安が心配でもあった香港でしたが、もうすっかり穏やかになって、歴史や文化とモダンな街並みを十分に楽しむことができました。皆様の旅の参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。